はい、どうも皆さんこんにちは。マリノスを超えなく愛する男シンです。皆さんこんにちは。サッカー男と見る男 DJ トムです。よろしくお願いします。お願いします。本日の内容なんですけれども、試合内容の振り返り、マリノスがで出場した選手のレビュー、マリノスでですね最も本節で印象に残った選手 MIP の発表、そして最後に次節の展望を行っていければと思っております。よろしくお願いします。お願いします。こちら最終スコアですね。皆さんご存知の通り、マリノス1、サンフレッチェ1の1対1で試合終了となりました。サンフレッチェの東選手にですね、立ち上がりの4分に先制点を奪われまして、前半19分、エウベルの素晴らしいクロスからのアンデルソン・ロペスの同点ゴールが生まれまして、結果この後得点は生まれずに1対1という結果で試合が終わりましたけれども、DJ トム、見てましたか？見てました、見てました。この試合は、最初から見てたんですけど、なんかプレビューで振り返った部分とちょっと似てる。広島で選手が何人か入れ替えてきたじゃないですか。この選手入った方がいいんじゃないみたいな。そうですね。こちらマリノス広島のスタメンになっております。プレビューでもお話しさせていただいた通り、広島は松本大使のところに森島司が入って、中野くんのところに三田が入って、このピエロス・ソティリウが伝説、三田がやっていたところに入ってというような形で、私がプレビューで予想していたスタメンと全く一緒のスタメンになってきたんですけれども、それと対照的にマリノスのスタメンが全く予想していなかったスタメンになりましたね。そうですね。井上健太君がスタートから出てきて、そうですね、マスカット監督の勝負師ですね。ここでまさかの一森を使ってくるというね。そうですね。サプライズは一森と井上健太のはスタートからの出場。一森もやっぱりちゃんと獲得しただけあって。そうですね。一人一人振り返ってきて、一森選手は現地で見てたんですけれども、まだ初戦ですから、ヒヤヒヤする場面は少しありましたけれども、しっかりとこの一森選手のところから、キーボーだったりとか、鍋子が降りてきたところに、絶対、一森選手としても怖いんだけれども、しっかりとここにつけたりとか、そういうチャレンジしてるところが見られたので、引き続き、失敗を恐れずにチャレンジしていってほしいなというような思いで見てましたけど、どう思いました、トムは？いや、懐かしかったですよ、あれは。あのヒヤヒヤね。私たちが2018年ポステゴグルー就任当時のイークラを見てるような。おじちゃんたちがもうすごい怒ってたんで、龍関の2階のおじちゃんがすごい蹴ればいい蹴ればいいやみたいな、なんかめっちゃ怒ってた思い出があります。ポステゴグルー就任当時、就任当時何人も怒ってるんです。蹴れよって、蹴ればやれよ。そうですね、そういう形で一森選手は引き続きチャレンジしてマリノスのキーパーになれていってほしいなと思いました。一人一人ちょっとレビューしていくと、マツケン、やっぱりマツケンはここ水沼コートよりもやっぱこういう井上健太とかテルとか、こういうスピード系、裏抜きができる選手だったりとか、スピード系の選手と相性いいなと思ったんですけども、どう思いました？そうですね、やっぱ悔やまれましたよね、1点目のあの対応とか。そうですね、1点目の対応はいいクロスが入ってきたっていうところもありますけど、あっさりやられてしまいましたよね。ちょっと同一試合で見てもらうと、あと確かに井上健太選手もいい選手ですよね。やっぱ人使って前いけるんで。いや、非常に良かったですね、井上健太選手。現地で見てても速い、とにかく。で、やっぱり、テルはにはない、なんていうの、ワンツーでしっかり裏抜けできる。人使ってね。人使って縦に突破できるっていうところがすごい良かったですし、見てて早かったですね。気合入ってますね。僕らの参加言ってた水沼コータがあれ、ちょっとこうダメだった時とかに井上健太が途中で出てきたら、まさにこれフィットしてきたら面白いなと思いましたけど。思いますね。でも井上健太選手、ちょっとアップ時、見てたんですけれども、サポーターは多分井上健太選手にめっちゃ期待してて、井上ちゃんとめちゃくちゃ歌ってたんですね。はい。無視してました。多分緊張してたのかどうか分かんないですけども、基本こうやってやるじゃないですか。はいはい、はい、やってなかったですね。ちょっと緊張してて多分答える余裕なかったのか。ノーセレブレーションですか？ノーセレブレーションでしょ、ね、こうやって。いやでも試合は全部見たものの、なんかハイライトで振り返りたかった部分がちょこちょこはさっき見てましたけど、やっぱり今年のみんな西村いいとは言ってるものの、マルコスもやっぱコンディションがいいっすね。マルコスコンディションいいですね。なんかそう思いました。途中から出てきて結構脅威を与えていましたし、最後のもうヤンマテウスのヒールパスとかもすごかったですよね。あの時間から出てきてちょっと動きが目立つのかあれですけど、スペース動いてチャンス作ったりとか、レッズ戦の2点目の部分とか。ねえ、やっぱりコンディションいい時のその周りがしっかり見えているような状態ですよね。これ結構思いましたね。西村安定の男、男でしょ。男西村。
もうこう花のケージの確変中のあれじゃないのよ。一番順調な時。でもマリナスのちゃんとはあれですか、花のケージから撮ったんですか。あれは花のケージ、なんか懐かしかったぞ。あ、誰が歌ってるんでしたっけ。あれ角田さんです。角田さん、男男、うまくライブで歌いながら今日調べたら角田さんボイトレに変えてボイトレに変えてぜひあのマリナスのハーフタイムショーで、角田さんをやりづらいの一瞬だった。マリノス、F マリノス、これ、男でこれ。男にしむらをぜひ、ハーフタイムで披露してほしいですね。一人かい。そうですね、あとは、畑中、角田選手は安定したパフォーマンスを披露してたなと思ったんですけど、どうですか。安定しますよね。で、あと1点目も、エーベルすごかったですけど。あれは。あれはエーベル早すぎ、角田くんのフィード。角田くんのフィード、あ、いや、ちょっと厳しいなと思ったら、エーベル、現地。いけるのがエーベルなんですね。いや、もうそれも多分角田くんも分かってたんでしょうね。まあ、無理聞きますもんね、最後、あそこエーベルもコンタクトしてますし。いや、無理聞きますよ。あそこでだって、バランス崩れずに、ボールを残せるところがすごいよね。まあ、塩谷選手もそんなに多分速い選手じゃないので、まあ、そこが功を奏して、エウベルが総力で勝って、アンデルソン・ロペス選手のゴールにつながったというところで、やっぱ、エウベル選手は替えが効かないですね。まあ、今のマリノスで替えは効かないですね。一番替えが効かないと思ってます。あ、まあでも、アンデルソン・ロペスもやっぱ替え効かないな。いや、替えは効かないし、アンデルソン・ロペス最後、広島側に挨拶。広島の中に人ができてます。人ができてますね。金髪の中で今一番人できてるんじゃないですか金髪界で一番人ができてる男2位松本人志。2位松本人志かないよ。松本人志を抑えて、金髪界の1位に輝いた男アンデルソン・ロペス選手、おめでとうございます。おめでとうございます。これは誰が聞かないですね。もうやっぱりここでレオセアラがいれば、昨日のような状況でもワントップにレオセアラを置いてとかっていうのもできたと思うんですけど、なんかたまに並ばせますもんね。なんかスクランブルの時のマリノス並ばせてたね。なんか前4枚みたいな感じで、並ばせてたけど、そこができないのでもう1枚そういうの選手欲しいですね。そうですね。今あ、でもどうなんですか、昨日サブのフォワードとかってどれが入ってますか。はヤン・マテウスと、水沼コータだけですね。まあ、やっぱサイドを、サイドでやっぱ厚くするんだ、そこ。まあ、なるほどね、なるほどね。そうなんですよ。で、まあ、77分、疑惑のシーンです。長戸選手のレッドカード。なんかこれも。現地で見てたのは、長戸ジャンプ力すごいな。中野選手、現地で見てたら、がたいよくて、はい、タッパもあって、よくあれに競り勝ったなっていうぐらいの印象だったんですよ、あのシーン。どうでした？いや、見てて、まあ確かには当たって、まあ、よく見るっちゃ見るじゃないですか、やっぱりこう手上げてるのか上げてないかみたいな。まあでもその、他のシーンで、ベンカリバがソッチリューかなが、畑中、一個前のやつで畑中を肘打ち、今平手打ち、うん、してたシーンがあったじゃないですか。そうですね。平手でしょ。男平手そうですね、もう現地で見てて僕は一人でしたけど怒りました、あれは申し訳ございません、あれは怒らせてください。まあでもどうやって高くジャンプすればいいの。いや、あれだからそれで一個取らないから、まあそう見えちゃいますよね、あの流れで見てたら。まあでもまあ危険だったかもしれないですけども、まあ難しいですねこれは。いや、僕はそんなにこう、まあ、そのジャッジの部分の基準わかんないですけど、その出てた選手は、それ、そんなちょっと怒ってたじゃないですか、みんな。怒ってたね。え？じゃあ、あれで何も出ないのは、なんかどうなんだみたいな、その一個前の。いや、本当そうですね。ソッティリューじゃなく、ベンカリファか、ベンカリファにセッターが、なんかちょっと当たってたんですね。ベンカリファ1枚イエロー持ってます。あ、もらってますからね。だからそれだったらちょっと、それがなんかフラストレーションをためた原因になってます。いや、本当そうですね。マリノス側も、ナベコーが、ペナルティエリア内で倒したりとか、それも取られなかったりとか、うん、まあ、そういった場面もあって、救われた部分もあったんですけど、やりすぎだろうって言ってた僕の知人もいたんですけど、見え方はそれぞれなのかなっていう。そうですね、まあ、見え方はそれぞれなので、まあ、これはジャッジリプレイを見ていただいて、決着をつけましょう。これ、家元さんもツイートしてたんですね。このレッドはジャッジリプレイ案件ですねってツイートしてたので、
月曜日に出てくると思いますので、皆さんでぜひ見守りましょう。こんな感じの試合スタッツですね。やはりボールシェア率はマリノスが握ってました。ボールは握ってましたね。本当に退場するまでは五分五分の戦いを続けてたのかなと思ってて、ただマリノス結構優勢かなというふうに思ってたので、やっぱり広島も新潟戦より全然良くなってた感じしませんでした。そうだね、良くなってたし強いじゃないですか。だって三田怖いね、あいつ。三田替え効かないっすよね。セカンドトップもできて、ウィングバックにやっぱり置いてきたよ。でももったいないですけどね、ちょっとここで三田になっちゃったら、藤井君出したらどうなんだってなっちゃいます。藤井君出しちゃってね、アントラーズだっけ。アントラーズです。だから、結局ここで三田になっちゃったら、サンフレッチェサポーター三田替え効かないけど、もったいないよねみたいな。そうね、まあ藤井君からしたらでもやっぱり出れるところに行きたいですからね。まとめると僕は広島、まあ、普通に強いなって思ってる。思いましたね。まあ本当一人退場して1-1で終われたのはマリノスにとっては良かったですよね、うん、最後のままでソッティリエもめちゃくちゃチャンスじゃないですか。最後にめちゃくちゃチャンスだったし、ヤンマテウスもあれ決めてほしかった。あれナイスディフェンス。いや1個外すのうまいけど、外しちゃうともう打てないですよね、あれでも。そうね、1個外して即振ってほしかったね。まあ難しいですよ、これ口で言うのは簡単ですけど。確かに。でも1対1勝ち、この勝ち点1はマリノスにとってはまあ1人退場して、この勝ち点1はでかかったと思います。うん、まあそう思った方がいいかもしれないですね、昨日のやつ。そうですね、私的に、最も印象に残った選手 MIP 現地で見まして、井上健太選手を選ばせていただきました。DJ トムがテレビで見ていていかがでしたか？そんなに、でもレッズ戦見た感じは早いなと思ったじゃないですか。でも、ワンツー抜けて、なんか相手選手とちょっと空間が空いてたんで、本当に早いんだろうなって思いますけど。そうね、やっぱり早くて裏抜けができて、縦突破もできる選手で、非常に、現地で見てて印象に残ったんですけれども、あとはフィニッシュというか、クロスの精度の部分であったりとか、まあ、そういうところがもっと上がってくれば、もっと怖い選手になるなって思いましたね。まああれを多分後ろとの関係も出てきたら、たった井上選手につけたところにインナーラップした松原とか渡辺浩太とかのそのポッとこの崩しみたいなのが出てくると思うんですけど、井上健太のサイドって井上健太のこう出してワンツーとか縦突破しかまだなかったんで、もうちょっと連携深めてきたらもっと、そうですね、怖い右サイドになりますよね、マリノスの右サイドが。今井上健太のポテンシャルで昨日とかも何個か崩してたんですけど、連携って部分だったらそんなになかったのかなみたいな。そうね、もっとそれが深まってくれば、チャンスもさらに生まれてきて、あとはそのクロスの部分の精度がもっとフィーリングとかあると思うんで、やっぱりが合ってくればもっと得点が生まれるかなと思いましたね。ただ欲しかった選手ですよね、右で欲しかったね。テルの代わりでも十分遜色ないかなと思いました。今後に期待しております。絶対いい人だよ、この人、金髪の中でも。金髪界何位ですかね。4位です。4位かい。3位誰やねん。3位は、探します。探すんかいよ。ということで、K1 ちゃうわ。次節、ルヴァンカップミッドウィークにジュビロ戦があるんですけれども、J リーグの、次節はコンサドーレ札幌戦というところで、札幌ホームですね。札幌ドームで、3月12日の3時からありますので、こちらもプレビュー、レビューを行っていきますので、ぜひ皆さんチャンネル登録をしてお待ちください。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。